お疲れ様です。今日はあれ一人スキーで、はい、もうシーズン終盤のキロロに来てますけど、はい、もうさすがに細いスキー履いてもどうしようもない感じですか？そんなこともない？どうしようもなくはないですけど、まあコブとかやりはあるかなと思うんですけど、まあパッドの有効点もあるかなと思って。なんか よく太いスキーは乗るといいよって聞いたりもするけど、まあ実際ね、僕も言ってますし。そうっすよね。あの前アサリでなんか言われてたじゃない、はい、あの時けど雪硬かったから。あ、春ってその太いスキー乗るメリットってやっぱなんかもっと明確にあったりするのかな。いや、やっぱこの沈まないからいいんじゃないですか。このザブザブ下に沈んでく雪に対して面が広いんで浮くっていう浮力があるっていうのは、で滑走性が落ちないっていうのはやっぱり一番あるし、ショートのスキーでは特にやっぱ刺さってっちゃうんで、サイドカーブがきついスキーとか。春はよく聞きますよね、うん、刺さる人。もちろんならまあコブとかバンクのついたところで練習するのも一つなんですけど、結構僕はやっぱこのシャバシャバ雪をファットでちょっとスピード上げてとか、絶対ロングのスキー乗るよりもこのスキーの方が速いと思うんですよ。春はね春のシャバ雪は、はい、でまあそこでターンの、まあ、練習というか疾走感を感じたりとか、はい、楽しみながらっていうところもそうだと思うし、あとやっぱこう面の操作というか面なんて言った面圧って言ったらいいのかな、こう面に対してのこう抑え方とか抵抗の作り方、圧力のかけ方っていうのはやっぱパッとすごい勉強になるなって思いますしね。サイドカーブがないから傾くだけでは曲がらないし、あとあのなんだろう、エッジ立ててるだけでも曲がるは曲がるんだけど、ちょっとこう反応が弱いんで、しっかりとこうまあいつも言って重心移動とか圧力を自分で自ら強くしていくんじゃなくて、どこに乗っていくかで移動していく方向とかで圧力を高めていくみたいなのがやっぱスキーのターミにつながるんで、そんなのがこうすごい感じやすいとこだなっていうとこですよね。まあこれはあれですか、だからいわゆる今日はたまたまベントこれ100ベント100です、100っすね、はい、です。まあ100ぐらいが、まあ別にセンター80ミリ以上とかでも十分広さは出ますもんね、うん、だからもしそんなのをお持ちな方とかはぜひ春はこういうの乗ってみた方がいいよっていうのと、そうっすね、まあ、あとはあれですね、まあ細いスキーはストックいっぱいあるけどっていう人は1本ぐらいこういうのを用意してもらえたら、はい、多分あのいろんなところで使えるんじゃないかなって思うし、あまあやっぱまあスキー場選ぶかもしれませんが、はい、あの菅平とかね、ちょっと硬いとこだとなかなか使う機会ないかもしれないですけど、はい、北海道は特に雪降れば、まあそうですね、パウダーもあるし、春は長くやってるんで、はい、こういうところでもいけると思いますし、まあ実際整地のね硬いところでも試してみてもいいと思います。今のパッド本当すごいから、はい、硬い板でもカービングターン全然できるパッドもあるんで、はい、あとはやっぱ乗ってるだけ練習になるっていうのも多いと思いますけどね、あの道具の反応を出すっていうのが一番こうなんて言ったら、スキーをきれいにしならせないと小さいターンは描けないから、はいはい、そういうところも練習になると思うし、なんせ楽しんでほしいから、あパッドで確かに、うん、パッドはちょっと乗りづらいんですよねじゃなくて、パッドでも楽しめるみたいなところできたらいいですよね。さっきのその面圧の話でいくと、うん、じゃあこれ乗りながらちょっといわゆる低速でもいいんで、うん、なんかそれを感じやすいトレーニングというか、なんか方法みたいなのあるんですかね、その感じる方法。そうっすね、まあプルークでもいいんだけど、例えばですけどショートのスキーとかだとプルークでちょっとでも押し込んだり自分で回す作業をすれば後半返ってくるんだけど、やっぱ長い太いであんまり来ないんですよ。こっち内側にいても、これ多分普段のショートのスキーでやったら、まあある程度は番が良ければ返ってくる感じなんだけど、まあ、なかなかこの面が広いし、あの足元太い分だけ傾きだけじゃどうしようもないんで、プラスやっぱり
ある程度上から押さえて角度を取って抵抗を捕まえていく。脚の使い方も突っ張るとなかなか返ってこないんですよ。やっぱり突っ張るだけじゃ返ってこないので、もうちょっと上から押さえるとか、面をしっかり押さえて、ほんのわずかな脚部の回旋とか、ずっと移動を仕掛けるみたいな、外スキー、まあ結局は外スキーだと思うんですけど、外スキーの圧力を逃がさないっていうのは多分ファットも一緒だと思うし、まああのフリーライドの方ですごい傾いて滑ってる方も結構多いと思うんですけど、やっぱり傾いてでも外の圧力っていうのは多分抜いてないはずなんで、あれはやっぱかっこいいっすよね。こう、そうそう、あの中でも多分圧力自体は同じなのかな。まあ、さっきのそのプルークは含めて、あとはじゃあどういう感じがあれなんですか。そうっすね、まあ、余裕がある方はこれでロングミドルとかショートとかコブもこれで入ってみたりとか、はい、結局そのなんて言ったら、角付けがそんなに反応良くないんで、はい、面の操作でいろんなターンサイズを描けるってなると、やっぱ重心の移動感が多分出てくるはずなんですよ、はいはい、強くこうやって押さえつけるっていうかは、はい、まあ、こっちに移動して重さが乗るみたいな、はい、こういうバランス感覚で圧力を増やしていくような練習、あとはもう本当バランス練習なんで、ストックなしで、よくねフリースタイルの人たちね、ストックなしで飛んでる方とかもいると思うんだけど、はい、少ないバランスでターンやってみたりとか、なんか楽しみながらできるんじゃないかなって思うんですけど、春はコブっていうのはもちろんなんですけど、コブ以外にも、まあ、楽しみ方とか練習の仕方、練習につながると、技術につながるような楽しみ方はできるんじゃないかな。ちょっとやってみますか。まあ、そんなことも楽しみながらいいんじゃないかなっていう感じで行きましょうか。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあなんかあれですね、ポールないで結構アグレッシブに滑ってるように見えましたけど。いや面白いですよ。やっぱ、はい、たまにこういうバランスで、なんだろう、遊びの中なんだけど鍛えられるものがいっぱいあると思うし。まあよくあの見聞きしますが、基礎スキーとか技術点ってどうしてもその枠とか型にはめがち。うん。型はこうじゃなきゃみたいな先入観ある人すごい多いんで、うん、まあ特に本当にこういう自由度の高い道具を使って滑るのも大事ですね。まあそうですね、僕も一つ型にはまりやすい性格だなと思ってるから、はい、練習方法とかもそうですけど、やっぱりなんかいろんなのからヒント得てやらないと、まあ煮詰まっちゃうことも多いと思うんで、はい、やっぱり雪がいい日とか、なんかコンディションとかによって変えられるような準備とか、はいはい、楽しみ方っていうような中の、一つに技術点っていうのがあってもいいと思うし、はい、技術点だけってわけじゃないから、スキーは。じゃあその練習の考え方とか、はい、春の時間の作り方とかを、はいはい、こういうとこから培ってもいいんじゃないかなと思いますし、はい、まあ、やっぱ乗ってほしいですね、皆さんに。今のパッド
すごい調子いいから、はい、そうっすよね、うん、まあもちろんね値段とかもあると思うんですけど、はい、あの1本あればそんなに多分買い替えることないと思うんで、はい、ちょっとこう今年もう買えることないなとか、はい、そういったある程度あるしなみたいな感じで迷ってる人はいいんじゃないでしょうかね。そうですね。アトミックでいくと菅原さん履いてるベント、うん、あとはもっとしっかり滑りたい人にはマーベリックとかもあるし、うん、でワンチャン登りも考えてますなって人にはバックランドもあるんで、うん、結構ねその辺もし悩んでてご相談いただければ菅原さんも対応してくれるんで、まあ、僕もそうですけどアトミックにはねこのフリーライド系のまあチームもあるんで、はい、めちゃくちゃ精通してる人たちもいるんでそうっす、はい、なんかぜひそういったところからまあ、意見聞いてもいいと思うし。はい。まあ、お店でご相談いただくなり。うん。あとは、まあ、あの、石井スポーツさんのカスタムフェアで、菅さん、ほぼ全会場行くっすよね。あれ行かない会場に。新潟以外。はい。新潟会場以外は。すいません。新潟以外行きますって。今のところ、新潟以外は、アテンド予定なんで、はいはい、あの、もし、タイミングが合う方いらっしゃれば、ぜひね、はい。ぜひ。お会いに来ていただいて、ご相談いただければと思います。はい、もちろん、基礎スキーの板、まあ、そっちメインですけど。そうですね。はい、黒い。S9i プロとか、はい、S9i とか新しくなりました、ね、はい、ぜひあの会場でお会いできればと思いますので、はい、今日はありがとうございました。お疲れ様です。